ぜひやりたいって海外から問い合わせが来たりするわけだから、それをねしっかり説明するのが、英語だと特に難しいしね。それこそいや私たちはこうではなくてこうなんですってまた形にはめてさ、なんか説明しなきゃいけないっていうのが、それホームページ載せたらもうこうですって決まって、そのまた先入観で来るっていうのあるじゃない。なるほどね。今は物理的にイベントできてないけど、じゃあやらないんですかとか、どうやったらやれるんですかとかね、もういろいろ答えるのが難しい、ね。特に海外からの人は割と希望を持ってくるというか、野心っていうかな、野心もあるし、なんかやっぱ向こうの人たちはギャラリストはアーティストを食い物にして生きてるからっていう、そのでしょうね、主戦度とか言われたこともあるけど俺たちを食い物にしてるんだからやることやれみたいな人もいるからね、私が個人的に出会って友達になった人にはそういう人はいないけど、そういう人と会わないから友達にならないけど、やっぱそのだんだんいろいろな国の人とやるようになったから、大使館系のこうコネクションができてきて、大使館からこの人受け入れてあげてとか言われた全然知らない人とかだと、やっぱそれが多い。やっぱ大使館にコネがあるような人はやっぱり外交手段が長けてるわけで、自分のプレゼン力もあるし、国から直接お金もらって運送費も渡航費も滞在費も全部出てくるようなすごく戦略の派だからでしょうね、それで、でもうちに会場引くれるわけじゃないしね、でもギャラリストだろうみたいな、やることやってみたいな感じはあるね、あとここ数年すごいなんていうかこう企画とかすごい深い方に行ってるなと僕はすごい印象を受けてたんですよ。フロムアボブとか、山下さんとかの公演だとか、なんか変化っていうのはどういったきっかけというか、偶然性だったんですか。いやでも変化はさ、まず私が一人になった時があるじゃない、山口いなくなってからは一人でしょ、まだ真宙がいなくなったこととか、山口いなくなってと、その段階ごとに多分変化はしてるよね、真宙がやってきたことと私がやってきたことは多分色が違うし、当然私がやってることは真宙も好きだし、真宙がやってたことも私も好きだからずっとやってたんだけど、やっぱりそのね、向こうにいる時間が長くなったから、片手間にこう関わったら良くないってことで完全に私になったんだよね。でもその山口がその制作でいた時と、また一人になった時と、そこでまた違う、物理的に違うから、私の気持ちとしてもやっぱりそのなんだろうな、もう一人になったら開き直るしかないっていうか、そのできることしかできませんっていうのもあるし、あとよりその誰にも気兼ねしない心を振らすことができるから、だからあとでも戦争のことは私はそんなにすごくやりたかったわけではないのね、大事だと思ってたし、 3.10 始める前からも何らかやりたいと思ってたけど、そのアート的手法であって、その戦争の講演会と かそのまんまっていうのは絶対嫌だった。だから現代美術一応やってるから、現代美術の手法というか解釈で見せて、でそれは例えばセクシュアリティを扱ったものとか、少数民族を扱ったものとか、日常を描いたもの、でもコンテンポラジュアリーでも何でもいいんだけど、それと同じに同じ列に戦争っていうテーマが普通にあってほしかったから、あんまりここのでここから言うと少し説得力ついちゃうじゃん、その被災した蔵で被災した人が喋るとか写真があるっていうと。だから 3.10 が好きだったのはそのサウンドコラージュね、好きだったし、一個さんの踊りもその舞踏ではないし、自分でもダンスって呼んでるけれども、完全に何かその固定概念に近くはなかったから、すごくなんか自分の感覚には近かった。
だけど、まあ、始めた頃はあの山口なんかそう社会派的にこう、候補してたから、ね、結局新聞全紙は載るけど、逆に私はそれが不満だったね。だったらここでやってる現代美術も全紙載ってほしいし、なんでこの時だけみんなやっぱ取り上げやすいから、うん、だからまあ知って多くの人にそれで知ってもらえるからそれはそれで大事なんだけど、やっぱそういう路線ってまた決められちゃうのもすごく嫌だったから、で IKKO さんもこれがその戦争ってことだけじゃなくて普通にダンス作品として成立してほしいっていうのはもう結構初期から言ってたことで、でもどうしても社会面になっちゃうから社会面じゃなくてファッション誌のイベント欄とか、そういうのそういうところにあってほしいなと、じゃないと普段そういうことに全く接点がない人とか興味のない人とかにも届かないじゃない。普段赤旗新聞読んでる人だったら来るかも、当然来るかもしれないけど、っていうのもあったんで、そこはすっごく気をつけなくちゃなって思ってた。ポーレのも私はだから手伝わないって最初言ってたのね。ポーレにそういうのやることになったしって山口は喜んで手伝ってたけど、私はそんなね、最初ポーレの方が どこまでどういうふうにやりたいのかできるのか分かんなかったから、そんなね、広島3日間行ってちょこっと写真撮ってね、そんなアメリカ人も吐いて捨てるほどいるしね、もうそんなのね、一生ね、何十年も苦しんでとか平和活動してきた人たち失礼だから、私一緒についてってその通訳してちょっと行ってちょっと帰るとかも絶対できないし、じゃあ一生かけてやるかって言ったらもう重たくてできないから、私は手伝いませんって宣言したんですよ。でも帰ってきて写真見て、あ、なんか、あ、こんな顔撮れちゃうのとかまずびっくりしたことと、そうなんだ、あと長崎 その手伝ってくれた人がそのどうしてもちょっとメールのやり取り英語で辛いから通訳してほしいって言われたから、まあ、じゃあ連絡係ぐらいでっていう感じで始めて、でもポール帰ってきてその写真見たら、あ、やりましょうってもうどこうちで見せるしかないでしょ、ね、日本中でみたいな、だその心の動くポイントがねちょっと違うんだけど、やりましょうって、それがだから秋だったから11月ぐらいで、この次の3月、4ヶ月後の3月にやるのか1年後の3月にやるのか、はたまた8月かって感じで考えたけど、やっぱりその高齢だからね、皆さんちゃんといつまで生きていてくれるかわからないし、あ、見たいわっていうおばあちゃんたちいるから1年は待てない、じゃあ4ヶ月で制作するってかなり大変、ポーレも大変だけど、やるかって言ってやることになって、その1回目の時はもう山口が全部そのおばあちゃんたちとの連絡とかはやってくれてたから大変だったけど、辞めてから全部そういうのも全部大事にしたから最初は本当もう面倒くせえっていうのがあった、物理的に、みんなメールやらないでしょ、全部手紙書かなきゃいけないし、一人でできるかなっていうのがあった、正直、だけどやっぱその東京でやったのを受けて長崎でもぜひやってほしいっていう声があったから、初めて私長崎ポーレと一緒に行ってやりに行って、それでやっぱりね、その被爆者の人たちと直接会って話したり、その二瓶さんと一緒に長崎に行って一緒に過ごしたから、でその後山下さんと会ったりとか、その個人的に友達になっちゃうとは思ってないから、だからもう戦争がどうのとか運動がどうのとかじゃなくて、個人で好きになったおばあちゃんがこんな痛みを抱いてるとか、こんな願いを私たちに託してるとか、この人がっかりさせられないやと思うと結構いろいろできちゃうでしょ。それで、マスさんとかと日々夜ご飯食べながら話してて、いやこの話私だけで聞いてたら絶対もったいないってみんなに聞いてほしいって思って、でもそれで証言の会やろうって、でそれはね、だから場所を持ってるから有利なんでね、これをみんなに分けたいと思うと、じゃあここで見せればみんな見られるなとかね、本当にね、やっぱ個人
そうだから後付けなのかもしれないけど、うん、そのやっぱりアートっていうのはやっぱね生活から出てくるものだと思うから、うん、やっぱりそれは本当個人の言葉から受けるものとか出てくるものとか、うん、戦争関連であってもそれは同じだから、ね、身近にあるものででも見つけてないものだったり、でも個人のある部分にふっと届くとすごく分かるとか、うん、すごく感じるとか、うん、だから全然ねそのね運動の意義とか活動とかそういうことじゃなくて、うん、本当にこのおばあちゃんそこら辺住んでるから出会ってとかお茶したら楽しいよとかもうそんな感じで、そうやって出会った人からあんな話聞くと思わないでさ、新谷さんが醤油だ持ってきましたとかもびっくりじゃん。最初からこう戦争の証を見せたいとこう、うん、全然むしろ隠したいくらいだよね。あ、うん、まあ、その家庭でこう個人の関係とかありつつ育ってきたですね、うんうん、そうそうそう、だからもうやっぱプロジェクト人そのものがプロジェクトだったりするし、プロジェクトって何って言ったら本当にその写真のプリントでもだけではないし人なんだよね。ここ一歩出れば長崎行くにも広島行くにも必ず向こうで受け入れてくれる人がいなきゃいけないし、うん、それだってみんな直接出会った人が、あ、じゃあ私広島出身やからやらなきゃいけんとか言ってことちゃんがやってくれたこととか、やっぱもう本当に最低2人からできること、うん、だからなんか旗から見るといろいろやってて大きくていろいろやって常に何かやってって見えるかもしれないけど、本当最低2人からできますよ、うんうん、まずみんなは何百万かかりますかとか、うん、お金ないんですって相談されるけど、いやうちもないし最低2人だったけど、うんうん、本当にやりたいとか本当に見せたいとか届けたいと思うと、うんうん、できるんで、うん、ある意味なんかそう関わった人たちが、うん、偶然ではないけど、うん、そういった戦争とかのバックグラウンドがあった人、最初に人ありきの関係だったとも言えるんですかね。うん、そう思いますね、うんうん、たまたまじゃないけど、その関わって人たまたまではないけどね、うんうん、まあ話してみたらすごいバックグラウンドを持ってる人たちだったりだとか、うん、まあ、そこに思い入れがある人たちとかがうん、そうそう、だからやっぱ 3.10 の方が先にやってたから、あのキララちゃんたちがそのインタビューしてた人たち、うん、その中に二瓶さんもいたし、あの橋本さんっていう人もいたしいたけど、やっぱりそこでの人と人との関係が例えばまずかったりとか、うん、まずくはないけどなんかそこで終わっちゃってたりとか、うん、点だけだったら続いていかないんだけど、なんかやっぱその F の流れとか 3.1 線の流れ、それぞれの流れがやっぱこう並行してあるから、 そこにポーレも入ってくるから、でそうするとみんな心地よく、例えば 3.10 の公演の後に上でポーレの写真を空襲の人たちをぜひ飾ってって一個さんが言ってくれたりとか、本当は自分の公演だからこれは混ぜたくないとかいろんなのあると思うけど、でも自分たち同じ流れに沿ってるから自然とね、だからそれがあっておかしくないっていうのがなんか自然にこう出てくるわけで、でそれを見にまた空襲の人が被災者の人が来てくれたり、例えば長崎の原爆のボランティアをやってた人が、うんうんうん、空襲のこと知らなかったって二瓶さんの証言を聞きに来てくれるとか、やっぱりその、うん、点で終わらないっていうかね、うんうん、線にしていくのかなっていくというか、うんうん、そういう中でだとやっぱそういう出会いはやっぱ拾いやすい、うん、なんか自然にこうポンポンポンってリンクしてうん、感じですね、聞いてると。そうですよね、やっぱりね、うん、そのありえない、お金がないっていいことだなって思うんだけど、そうするともう人を頼まなきゃならないしね、うん、協力を、うん、そのためにはやっぱもう自分の熱意とか、うん、どうしてこんなのやってるかとか、うん、一生懸命語るじゃない、うん、
でその人もそれに心動いてじゃあ協力しますよって言ってくれるじゃん、うんうん、多分お金の関係だとじゃあこれ3万円でやってくださいとか10万円でやってくださいって言ってやり取りしたら、まあ、そこで仕事が終わるじゃない、うんうんうん、仕事じゃなくてお互いやっぱ思いをかけたっていうとこがあるからつながっていくんじゃないかな、うん、やっぱりちょっと自分が落ちたり面倒くさくなったりして連絡取らないとやっぱこう細っていくから、うんうんうん、ね、でまたあの頼み事の時ばっかり連絡するのも自分も、ね、気が引けるようになってくるし、うんうん、向こうも嫌なのしとかなるとやっぱあのたまにねちゃんとこうつないでいくとかお互いつながっていきたいなっていう思いがあればこう自然と、ね、つながっていくんじゃないかな、うんうんうん、もうみんなお仕事になったらいいと本当に切に思うんだけど、うんうんもし今までずっとつながってきてくれる人は別にお金が関わってもそこで変わるとは思わないんだけど、うんうんうん、でも何かやろうって時にこれは何屋さんこれは何屋さんってポンポンってお金分配してたらやっぱり、ね、それで仕事はできましたし、うんうん、やっぱそこで一回終わっちゃうかなって、うんうんね、だから そういうのってあれで倒産しないから思うことがないから倒産しないから強いなと思って。なるほどね。時代そういうとこは強いなと思うね。ただやっぱそれでもアーティストの負担とかうちもそうだけど負担は大きすぎるよとは思うけどね。だからもっとみんな意識を持ってほしいなとは思うね。うん、例えばポーレの写真集もまあいろいろ今いろんな事情がありますが、うん、まあその本高いで終わっちゃうんじゃなくてね。うん、なんかポーレには今あれしか売るものがないし、うん、でもプリントかプリント写真家が売ったら何万もするじゃない、うんうん、それが50万円入ってて、ね、1万円しないとかあったから、うん、寄付をくださいって言うと結構くれる人がいて、うん、本を買うって言うとまたね別の事情もあったりとかするから、うん、なんかどうやって支えていくかなっていうのが大きい課題ですね。純くんの絵も結構ガンと置いてありました。あ、いい場所に、うんうん、なるほど。やっぱりその建物もそうだし美術もそうだしそれをやっぱ経済とがっつり組み合わせるっていうのはね、大変ですよね。そうだよね。大変ですね、まあ、なんか話聞いてると聞かせてもらっているとなんかそれでいいんじゃないのかって思っちゃうすごいよね。逆になんか入ってきたら ね、だからそれができたらなんかすごいプロデューサーなのかもしれないけどやっぱもともとねそこ目指してなかったし、できたらいいけどまずだからその私たちがやってることってやっぱお金で買えないものだと思うから、うん、お金で買えないものをまず育てておいて、うん、でちょっとなんかすればお金にできることだってあると思うよね、うん、私たちはそうお金汚いからお金にしないとかそういうふうに思わなくていいと思ってて、うん、しようと思えばできるけど、うん、その買えないものの経験とかその力を合わせるとか思いを寄せるっていう目に見えないことって、うん、その経験は変えないから、うん、だから逆よりもそのこっちを積んどいてやれば、うん、やろうと思えばできるかもねぐらいの方がいい、うん、ずっとそのお金だけでやっといて、うん、じゃあそれがなくなった時にどうしようって言っても、うんね、逆は多分できないから、うん、だからそのそうやって作るものとかそうやってでも伝えたいようなメッセージとかコンセプトとか、うんうん、やっぱりそれはあの今ね若いアーティストとかもそうだけど、うん、なかなか経験しづらい時代になってるんじゃないかなとは思うんだよね、うん、やっぱ人の直の結びつきがやっぱ薄れていってるから、ね、うん、そういう意味ではね体験とか経験とかすごく日々させてもらってね、うんうん、それで本当にどこどこ育っていってるんじゃないかな。なんかあれですかね、こう循環できるお金の流れっていうかそういう
のをこう構築できたらいいのかな。一人がこう太るんじゃなくて、ね、昔はそういうあれあったんだろうと思うんですよね。そうそう、だからね、場所なんだし、貸してその使用料取って全然いいと思うんだけど、でもなんかそこもやっぱどっかしっくりこないとこもあってね、なんか違うことでね支えられないかねと思うんですよね。今ってもう本気でも銀ちゃんグッズでいいんじゃないかな。なんか一番愛されてないかみたいな。だってあんな大きい写真6ページ見開きで載った展覧会なんか一度もいいよ。やっぱりアーティストがすごいね。フューチャーされないよね。6ページインタビューとかね、ページドーンの写真載ったりしね。でもまあ そこもなんつうの、融合してるとこがまたここの良さでもあるかなっていうか、面白さでもあるかなと思って、そうですね、そうだってあれを入り口にこっちのことも知ってくれればいいと思うから、入り口としては本当そう、ブログ読んでる人がイベント参加してくれたりとか、あの図書室ここで読みに来てくれたりとか実際してるから、それは今までそのアートの、あのサイトにばっかり投稿してて、それはアートの人は見てて、まあスケジュール帳には入れてくれてるかもしれないけど、そうじゃない人たちを増やしていかなきゃいけないから、じゃあ金ちゃんがここに座ってくれるならここで本読みたいなっていうだけでもすごい素敵なモチベーションだと思うので、それは今まで気づかなかったけど、銀ちゃんが持ってきてくれたというか、ね、教えてくれた一つのやり方。で毎日ブログ更新ってすごいですよね。こんなボリュームってますね。だけど逆にやらないとなんか気分が悪いとか、あと1ヶ月ですけど、1年はその毎日とりあえず書こうと思って、書かなくちゃと今は思って書いてるんだけど、書くためにそっちを優先しちゃったりもしてるんですけど、来年からちょっとゆっくりにしてもいいかなと思うけど、でもね、あの書くのは好きだから結構早いし、ただ何て言うのかな、書くだけじゃなくてあれは編集作業ですね、複合的な。やっぱこうキッチンもやりながらだし、いろんなお客さん来るし、写真も押さえなきゃいけないし、一人でやってて、とりあえず夕方頃には今日のその大体の組み立てをぼんやり考えてて、それでとか前の日から考えてたりとか、まああの記念日系のはもう時間のある時に別の日から書いてたりもするけど、用意しといて、いざ書くっていうとやっぱもう早く済ませたいから、やっぱサクサクとこうやっぱすごく編集の日々トレーニングになるっていうかね、写真選ぶのからそうだし、あの一日の出来事の流れをどう思ってくるのかとか、一番言いたいことをどこに挟むかとか、お知らせは一番下にすると読み飛ばされちゃうから、じゃあ真ん中に言うとか、だからそこ本当に日々ね、そのトレーニングにはなってるので、みんな今ツイッターやるようになって短く書くトレーニングになってるっていうか、短く書くの上手くなってるっていうけど、私はやってないから、まあブログは長いんで長くなっちゃったけど、でもやっぱ本当毎日やるってことは結構なんかいいと思う。あれやっちゃうとブログめんどくさくなる。あ、みんなそうね。ツイッターやり始めると途端にブログが死ぬよね。すごい億劫。ね、もう140字以上喋れないって。私は淡々とブログ。5年遅れぐらい。あとの 3.11 のことをお聞きしたいんですけど、あれでもちろんあの建物の、ね、ダメージもあったんですけど、それとあれね、何か経験したことっていうか変化というかはありますか？変化はありますね。やっぱりあの、扉がねガンと閉まって、崩れたっていうのを目の前で見たっていうのもあったし、
で、その今までこう堅牢と信じていたその建物を、うんうんうん、がかなり痛手を負って、うん、そのだけどどれくらい負ったかがみんなわからないじゃない、うんうん、専門家が見たってわからないだし、うんうん、あの大丈夫なのかっていうその不安が増えたこともあるし、うんうん、やっぱもう直後は本当にイベントなんかとても考えられないぐらい揺れてたから、うんうん、そうですね、うん、で、